ウッドデッキ Q&A、 サッシとフラットにして段差をなくしたいのですが、できますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキを作る際にお部屋の中とウッドデッキの段差をなくしたいという、ご要望は多いですよね。はい、この、まあ、フローリングの高さとデッキの高さをなるべく同じ高さにしたいというご希望があるんですけれども、先ほど見たお宅なんかはもうあのホームセンターで買ったあのスノコ状のデッキをただ並べただけで段差が10センチぐらいついてたんですね。で、それをここではもう大工さんが手作りで、作っていきますので、サッシの高さにもう自由に、合わせることができます。それとこちらの今あの工事やってるお宅なんかではもうサッシが、木の輸入材のウッドのサッシだったんですね。ですからあの普通のアルミサッシと違って、大きな枠がですね、外に出ていたために、その枠の前後の凸凹もうまくこう切り込んで平らになるようにしました。ですからちょっと手がかかったあのちょっと大変な工事だったです。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。